はようございます。いくこです。はい、今日も神様カードを引いてみたいと思います。はい、こんなカードです。今日はちょっと曇っています。あと今日からこうちゃんが実習なんですね。とりあえず来週が郊外の実習なので、今週は校内の実習になります。で、朝部活がないのでちょっとゆっくりめです。はい、なので今からちょっと行きたいと思います。今日も誰かにメッセージが届きますように。よいしょ。あ、これなんだっけ、オールマイティなカードですよ確か。ちょっとカメラ切り替えますね。はい、カメラを切り替えました。ですね、このカードはこのね、神様のいろんなカードの実は予備のカードなんですよ。だから例えばね、この1枚のカードが、あ、これは雨のうずめさんですけど、がもし行方不明になってしまった時に代わりとしても使えるというカードです。だけど亡くならない場合ですねに、これが出た時は、これは産砂神さんっていう自分が生まれた土地、生まれたところの土地の神様というんですかね。だから例えば実家の神社の神様とか、そういう感じですね。氏神様のカードとしても使えるそうで、なので今日はね、あれですよ、自分の生まれたところの土地の神社とかちょっと思い出してみてください。まあ早く引っ越しちゃってわからない方も見えるかもしれないですけど、実家をね、生まれたところ、実家っていうか生まれたところですね、生まれた土地はね、土地の波動っていうのは自分にやっぱり移ってくるそうで、なのであなたをね、とてもね、その土地はよく知ってるわけですよ。だからもし行けたら、本当は産砂神社ですね、生まれたところの神社に行って一度ね、今元気にやってますっていう風で感謝を伝えに行くこともいいかなと思います。もし遠くで行けないとかだったら、例えば近所の氏神さんに行って、いつもありがとうございますと、元気でやっていますと感謝を伝えることがいいんじゃないかなと思います。こんなのが珍しく出てしまうとはちょっとびっくりしました。はい、じゃあ今日も元気でワクワクでいきましょう。